黒猫魔術展チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。黒猫魔術展の魔女のみつねこです。このチャンネルではオカルト、魔術、魔女術に関することを配信しているんですけれども、今回は無農薬栽培、退院歴農法、月の暦農法でハーブを栽培している私の畑でですね、ハーブが収穫期を迎えております。収穫の様子を動画撮影しておりますので、ぜひ一緒にご覧になってみてください。こちらはラバンジン品種のラベンダーです。かなり花をつけておりましてですね、もう収穫がもう大変でした。今可愛らしくね、1本ずつ取ろうとしてますけど、この後ですね、もうまとめて束にしてね、ザクザクとね切って収穫しました。もうこんなにラベンダーがたくさんあると、もうすごく幸せな気分です。このまま束にして吊るしてドライにしていきたいと思います。最終的には恋愛系のお香とかパウダーとかに使用したりします。こちらの可愛らしい青い星形のお花、ボリジというハーブです。で、去年植えてたんですけど、長雨で根腐れしたのかダメになってしまって、そのままにしてたんですが、そしたらこぼれ種でなんかこの一株だけできてしまって、収穫しています。今ハサミでちょんちょん切ってるんですけれども、これ産毛が結構肌に刺さって痛いので、手袋してやった方がいいかもしれませんね。で、ボリジは恋愛の魔術とか、あと持ち歩くと勇気を湧くということで、押し花にしようかなと思ってます。ここの茂みがですね、ローズゼラニウムの茂みになっています。ピンク色のお花が本当は咲いてたんですけれども、ちょっとあっち側にね小さく咲いてたので、ちょっと映ってないんですが、この葉っぱがとにかく茂る子です。なので風通し良くするために、かなり下の葉っぱの方から収穫してすいています。でも下の葉っぱといってもとても綺麗なので、このまま洗って乾燥させて、恋愛の魔術なんかのお香パウダーに加工していきたいと思います。匂いがとてもローズの香りするんですが、乾燥するとレモンっぽい香りに変わるのがとても面白いかなと思います。こちらはコモンセージですね。うちのコモンセージとても大きくて、私の胸くらいの位置まで葉っぱが来ております。なのでかなり収穫量多いんですけれども、こんな感じで若い葉っぱだけを収穫するようにしています。花が咲いてる部分もあるんですけど、花はですね、まあ花瓶に刺すくらいで、すぐ取ってしまいますね。私の場合はこの後茎から葉っぱをすべて外して、葉っぱの状態で網に干して乾燥させてドライにします。それを普通に使えば肉料理とかに使うことができるんですけど、まあ、私の場合は魔術的に使用するので、乾燥させたものを浄化のお香のパウダー作ったりとか、あとは魔女バッグに入れたりとかっていうやり方をします。魔女畑では自分たちが食べる野菜も育てているんですけど、こちらはトマトですね。トマトだいぶ苗がね大きく成長したんですけど、ここのところ、トマトとトマトの間のところにバジルを植えたいんですね。今トマトはこんな感じでまだ小さい感じなんですけど、ここの間にバジルを植えることによって、コンパニオンプランツとしてとてもトマトが美味しくなるし、虫よけにもなるんですね。マルチに穴を開けたらですね、ここにバジルの苗を植えていきます。これはトマト2本ずつに1つバジルを植えていくっていう形ですね。はい、こんな感じで植えました。で、このバジルは他にもまだたくさん種から育てたものがここにあって、もう少し大きくなったらトマトの間に植えていく形を取ろうかなと思います。多分余るんですけど、余ったら余ったで鉢上げをして、鉢で育てていこうかなと思います。このバジルは食べることもできるんですけど、コンパニオンプランツであんまりね虫よけの意味もあるので、トマトの間に植えたものは食べないですが、鉢植えしたものは食べようと思います。こんな感じで魔女の生き方、自然に生きる生き方を実践しながら、 YouTube で魔術とか魔女術について配信していけたらいいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、関連動画もぜひどうぞ。もっとオカルトを知りたいという人は
黒猫魔術店のブログやノートもあります。そちらもぜひご覧ください。